はい、ダメージマン。はい、皆さんこんにちは。はい、ダメージマンです。今回はですね、こちらのルチャドールに、新武器ショットガンのエングイシャーとルイナーを使って、プレイしていきたいと思います。モジュールの方はですね、タイタンリペアンが2つに、ダメージコントロールが2つですね。で、パイロットの方が、こちらですね。まあ、今回はこちらの方を使ってプレイしていきたいと思います。それでは、バトルの方へどうぞ。はい、バトルが始まりました。まあ、まずはね、一気でね、タイタン、そして、母艦をね、貯めた状態で、やっていきたいので、まずは、慎重にね、タイタンゲージ貯めつつ、母艦も貯めていきます。まあ、タイタンゲージと、まあ、母艦をね、貯めるのには、やっぱりね、敵陣の、まあ、ビーコンを、まあ、白染みにしてね、で、なおかつ、青に染めた時はね、母艦も貯まりますし、まあ、そしてね、タイタンゲージも結構ね、貯まりますので、まあ、なるべくね、ビーコン絡んで、で、まあ、そして敵と戦いつつ、まあ、こう、キルもね、していければ一番の理想ですね。まあ、そろそろタイタンが溜まりますし、まあ、この敵をね、倒せば、母艦もね、溜まるので、ではそしてこのね、アビリティを当てて少し下ぐらいでね、タイタンを出そうかなと思ってます。で、ここでタイタンを見てください。この火力、いや、やっぱりこのね、ショットガン武器のね、やっぱ火力がね、やっぱり強いですよね。で、まあ、ここもね、しっかりと敵を倒していきます。まあ、まずはね、左の方からまあ、取っていきたいところなんですけど、敵にね、モーラーが、出てますので、まずはモーラーの位置をね、常に警戒しつつ、で、まあ、できるだけね、このモーラーの武器のついてるね方から、出させないように、立ち回りたいところですね。で、まあ、このリロード中もモーラーの位置を確認しながら、で、これしっかりと、ルークを倒していきます。まあ、モーラーがね、今自陣の方でね、戦っているので、その間にね、自分は、まあ、とりあえず、ビーコンがね、4点取られているので、で、まあ、それプラス、まあ、母艦をね、貯めたいというところで、今真ん中にね、モーラーが来ましたね。まあ、ここはまだね、自分にヘイトが向いてないので、アビリティは温存ですね。で、まあ、味方にね、モーラーがいますし、まあ、今ね、ダークライト使って、デスマークね、自分かかってる状態なんで、まあ、そこで、リフレクター貼って、被弾を抑えていきますね。まあ、今ね、モーラーを倒すタイミングですよね。まあ、複数ね、味方にタイタンがいますので、まあ、ここでできるだけ倒していきたいところですね。まあ、ここで味方のね、援護があって、うまくね、倒してくれましたね。
今ルチャドールね、まあ、モジュールもつけてなんですけどね、耐久値が140万もねあるんで、でなおかつタイタンなんでね、まあ、シンプルに硬いです。でまあそしてね、高火力で敵をね倒せるこのセットアップなんでね、これが非常に強みですよね。でまあここはね、まあ、ラプターに対して、まあ、ジャンプで、まあ、当てることによってね、こうビーコンを踏ませずに、しっかりと染めることができましたね。でまあとりあえずこのねラプターを倒していきたいところですよね。でこれ、まあ、近距離ですとね、まあ、火力もしっかりありますの でこの着地するときに、まあ、自分リフテクター貼って、まあ、被弾をね最小に抑えていきます。でやっぱりねタイタンはねこうやってめっちゃね、密着されると、まあ、やっぱりねあれなんですよ、下に向いてしまうので武器がねうまく当てれない状態になるんですよね。でここも着地する瞬間に、まあ、リフレクターを貼って被弾を抑えます。まあ、こういうところですよね、この近距離でねもう接触してるぐらいの近くさの時にやっぱね結構ね狙いにくくなるんですよね。武器がね下に向いちゃってね敵に当てれずにねなんか地面打っちゃったりするんで、まあ、できるだけ距離を離すか、まあ、ちゃんとね銃口を向いてるか確認してね、しっかりとね当てること、これが重要ですよね。でも戦況はねだいぶ有利なので、まあ、ここからはしっかりと敵を倒すだけですね。でこのしっかりと削って毒ダメージでちゃんとねキルを取っていきます。まあここはねもう見た感じで、ねもうほぼ勝ちは確定してますし、まあ、敵にねタイタン、味方にねタイタンもいるので全然勝てますよね。でこの進路に対してしっかりとねジャンプして、なおかつラススタチューにでもタイタン武器はね、貫通しますのでしっかりと振って味方が、キルしてくれましたね。いやルチャドールはねやっぱり硬いですし、でなおかつね近距離で高火力が出せるこの武器はね非常に相性がいいと思いますね。 16.8M 12キルですね、いいですね。では2戦目の方ですね。まあここモーラーがねいるので、まあ、やっぱり戦う時は絶対に自分がね左側から出たいところですよね。でモーラーをね右に出させないんですよ。でまあここでうまくね母艦を使ってステルスになって、でまあそしてね撃たれるタイミングでアビリティで飛んでねリフレクター貼ってうまく倒しましたね。まあ今のはね敵がアビリティを使わずにね撃ち合ってたんで大きなダメージが入って、死にましたね。まあ、ここでね早い段階でモーラーを倒したのは非常に大きいですね。でこの密着されている状態でね敵が、棒立ちして撃ってる時はねちゃんと武器がね下に向いてない、地面の方にね向いてない状態でちゃんとね敵の方に当たるかね、確認して撃つのがやっぱり重要ですね。まあ、この武器はね一発一発が本当に火力が高い武器ですのでね、
焦らず打つよりかしっかりとね一発一発当てていく方が非常に重要ですよね。でここもね、ベリベアに対して密着して、効果力で倒していきました。でまあここブルガサリがねビーコンを取ってきたので、まあここねブルガサリ縦向けてるんですけども、まあ、結構ねこの武器がね割と散らばるので、まあ、そこでね縦以外の部分にも当たるのでダメージがね意外と通せます。でここで気づかない間に盾をね向けているのにもかかわらず結構ねダメージ与えれます。結構入ってますよね。まあ、盾以外にねこの足の方にもね当たってると思うので、それでねダメージがしっかりと与えれますね。でここでしっかりと、倒していきます。まあ、見た感じ、まあ、戦況的にはねまだどっちが勝つかわからない状態ですね。でまあまずはね自分はタイタンを優先して倒すところですね。でこれしっかりと近距離でインドラを倒していきますね。でまあまずはねビーコン取って、まあ、そこから有利にしていきたいところですね。でまあここはね白染めにして僕あのチャージがね結構稼げるのでその段階で使いましたね。ではここでも真ん中を取らせず自分がしっかりと取り返していきます。でここはねまたタイタンの方を自分は倒しつつビーコンもねできるだけ取られないように立ち回っていきます。まあ、ここはねアングラーが消えたので、まあ、ここでちゃんとね弾を当てれるようにスタンバイして倒しましたね。でここはシンプルにもう高火力でねキッドをワンマガで倒していきます。いややっぱりねアルファ1問ベータ2問でもねだいぶ火力出ますよね。でも基本タイタンでねアルファ1問、まあ、ベータ2問のね、まあ、機体が、結構多いのでね、まあ、そのアルファ1問ベータ2問揃えるだけでもねいろんな種類のタイタンがね使うことできるので結構いいですよね。もしっかりと接敵してないときはリロード管理をね意識しながら常にねフルで撃てる状態を意識しておりますね。でもあっちがね、ルチャドールで近い方がオピオンですね。でこのオピオンがどこに向かうかですね。ビーコンの方にね行ったので自分もそこを守るようにして、倒しましたね。でまああとは相手のルチャドールのみですね。まあここは味方がうまく倒してくれましたね。でまあここで相手を全損させましたね。いや素晴らしいですね。いやルチャドールがねやっぱ硬くて強いので非常に戦いやすいです。 16.6M17 キルですね。いいですね。はい皆さん
いかがだったでしょうか。いやー、このルチャドールのね、グレーゲージをね、35% 軽減プラス、まあダメージコントロールでね、グレーゲージの方がね、全然削れずにね。で、まあそしてね、このね、新武器ショットガンの高火力で、もう耐えながらね、効果力を見せつけていく。非常に強かったですよね。では、やばい時にはね、アルティメットディフェンスの方でね、被弾を、被ダメージをね、極力抑えて、で、なおかつね、ジャンプでも、リフレクター貼ってくれるんでね、まあ、そこでも、割と耐えれますし、まあ、その着地のね、ダメージもしっかり入れつつ、で、まあ、そしてね、この効果力でまた倒していくっていうね、まあ、耐える、この立ち回りがね、非常に活かされる、タイタンでしたね。まあ、もし他にね、使ってほしいセットアップがございましたら、コメント欄の方に書いていただければ嬉しいです。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。